本当、子供の時ね、日曜のね、2時ぐらい、昼の2時だったんです。なんか遊び中断して帰ってました、見るために。あ、なんかね、懐かしい懐かしいし、まあ、定期的に見返してるので。そうね、懐かしさと新たな発見とね。そう大好きなんだわ、マクロスが。私はマクロスは愛しとんばい。やっぱ愛しとん。あ、そうか、気づいた、今日気づいたよ。女性なもう本当にいいですね。うん、この曲も実はね、はい、これね、実はね、タイラー勲さんのために作られてたんだよね、最初ね。なぜかね、あの途中でね、あのすり替わったっていうね、タイラーさんが言ってましたね。そうね、普通の事情だろうねっていう。これはね、ウィキペディアとかにも載ってるから言っちゃって全然大丈夫なんだけど、レコーディングまで終わって放送した時に、なぜかこの藤原さんバージョンが流れて、すべての人が激震したと。ね、本人が一番激震するでしょ。そうね、びっくりするよ、俺の歌はっていう、っていうね、その概要というかね。これはね、一番最初はスタジオの絵とタツノコプロアニメフレンド制作のロボットアニメだったんです ね。1982年ですよ。はい、いやいや、あのね、ガンダムの大ヒットのおかげでさ、リアル思考っていうのがね、あ、確かに、そう、リアル思考が流行ると、いけると、ね、そこでね、川森ね、アンドルがね、いや、しかしさ、リアルの仕方もさ、結構エグかったね、これね。軍を抜いてるリアルさだよね。ちょっとね、あの、本当の架空の軍とか、例えば、ヤマトだと、ちょっと古めの海軍とかさ、ね、対戦中の、ちょっと模倣してる部分があるんだけど、これって本当にあの米軍仕様そのままみたいなさ、トムキャットだもんね、F14 トムキャットを、がロボットになるっていうさ、はいはい、とんでも設定ですよ。そうだね、あ、これね、ヨッシーさんからもメッセージ来てますけどね、トップガンの元ネタになったのがマクロスなんですよねっていうね。海外でもね、流行ってたね、ローデックって言ってね、名前変わってた。そうそう、あの半券をね、向こうの人が買われて、あの展開されるっていうね。そうそう、でこれがやっぱりね、最初は川森さんをはじめね、三木本春彦さん、はい、同級生らしいんですけど、同じ学校のね、それから脚本家の大野さんとか、ここら辺、平野さんに板野さん、あのアニメーターですね、平野一郎ですね、はい、ザ・マクロスの演出をした人ですね。安藤秀明もちょっと変わったよね。これね、実はファーストの方で、劇場版の方かな、学生さんもね、動員してね、そう動員というか、もう実力のある人は若手だけでこの作品を作ろうっていう意気込みで、安野さんとか貞本さん、エヴァンゲリオンのキャラクターデザインの、ね、原画でなんと参加されてる。そうそう、前田さんもなんですけどね、このエヴァチームもね、そう、実はこの時代にね、そう、どれだけね、才能があるのかって話ですよ。 あいつらかな、すごいんだよな。でね、今 4K で見るとさ、もう劇場版の話ですが、すごい描写がもうやばくて、ね、もう戦闘シーンでさ、破壊された戦闘機とか戦艦の破片がさ、無数に飛んでる中をさ、とんでもない数の飛ぶミサイル、あの追尾ミサイルっていうのかな、あれってなんかターゲットに向かって飛んでいくんだよね、あれが糸引いて雲引いて、もう飛んでいってさ、すごいよね、あのランダムに動いてさ、そう、でそこでさ、急にパイロットのアップになってさ、ケーキの反射光がさ、このシールにふわっと映ってさ、それを目で追う一条光の目線とかさ、今思うと神業だよねっていう。劇場版のね、あの一番最初のね、こうミサイルとミサイルがぶつかるときね、息遣いでね、そうね、うん、あったあった、もうすごいんだよね、緊張感とかね、これね、あのその宇宙でのね、マクロスケールのメカファイトと同時に、若者3人の要は私生活なんだよね。アイドル歌手と軍に入ったばっかりの曲芸乗りの元は飛行機乗りだった男の子と、それからその上司にあたるあの軍のね、士官かな、そう、この民名光くん、ミサっていう士官3人のね、恋模様がね、これもまたえぐいぐらい描写がね、えぐいよね、見てた小学生ながら心が痛かったもん。ほらうまよ、ほんと光くんしっかりしてよってね。はじめはね、民名ちゃんとほらアイドルと付き合えるからウキウキしてるんだけどさ、やっぱり女性的な魅力でだんだん自分の上司に惹かれていく、あの時にさ、良かったような悪かったようなさ、ね、辛いね。いやでも現実問題さ、まあ、ミサさんだよねあ、そう、ダウン氏の意見はそんな感じなのね。い若い頃はね、やっぱね、民名さん、そうね、若い頃はね、可愛いしね、じゃあ実際本当にその立場になったら、もうミサさんでしょうね、しっかりするし、そ
そうね、あの優しいし、ミンベはどうしても歌を捨てないしね。でこの緻密なドラマね、これ1980年代の傑作って呼ばれてるらしいんですよ。傑作ですよ、本当に。とんでもない作品ですよ。もう、なんだろう、考えられないです。今までの常識で考えられないのが、まあ、イデオンと一緒で異星人が攻めてきて、ミスというかさ、事故で結局戦争に発展しちゃうじゃないですか。そうなんですよね。ただの事故だったんだよね、最初ね。そう。異星人の異物がね、まあ、船がさ、落ちてくるっていうね、うん、落ちてきて、これ何やろうって、まあ、ね、うんうん、俺たちの技術でこう、ね、復活させましょうみたいなさ、いうところから始まるんだよね。うんうん。そう、これがね、50万年前の宇宙の繁栄した人類の祖と言われるような人たちの遺跡で、そこからね、またね、たくさんマクロスのシリーズ、これから続いていくわけじゃないですか。そうなんですよ。この SF のね、礎をもとに。ではね、コマーシャル明けはその話いきましょうね。はい、CM 明けは突撃ラブハート、歌、ファイヤーボンバー、熱気バサラことね、福山よしきさん。これはマクロスセブンですね。そうですね。はい、もうね、ごめん、もう好きなの。私、熱気バサラを愛してるの。お、日曜日、これ、朝会ってたんです。10時ぐらいに、ね、セブンでは。その時もさ、最初は何気なく見てたんだけど、もう3週目ぐらいから、ちゃんと化粧して、服着替えて、正座でテレビの前で見てたもんね。おかしいじゃん。バサラにすっぴんで会えないっつーの。おかしいよ、この人。花束投げたい。好き。花束の少女みたいになっとるよ。なっとるよ、投げたい。ということでね、セブンですよ。セブンですね。これね、初代マクロスのね、正当な感じのね、ところからさ、急にこのね、突然。ね、路線がね、面白いぐらい変わって、まあ、ガンダムでいうとこの G ガンダムだよね。どうしたっていう。うん、そうなのよ。なぜならば、まあ、ミサイルをやむなく撃ったことあるんだけど、一回も敵を殺したことがない、戦ったことがない主人公なんですね。戦いをやめろって。うん。俺の歌を聴けって。そればっかり言ってたよね。そう。びっくりするぐらい。そう、終始よ。終始で、視聴者も置いてきぼりの感じあったよね。ポカーンみたいなさ。うん、1年間フルにさ、あったじゃん、50話ぐらい。そうそう、ずっとね。しかもさ、最終的にはさ、もう通るじゃん、それが。ね、世界が変わるんだよね、武器じゃないと。そう、うん、歌で変えていくっていうさ、もうすごいよね。熱気バサラのその何歌にでその世界を変えるっていうさ、うんうん、本気具合がさ、異常すぎて面白いんだよ。そうだね、あれが、うん、これってやっぱり川森さんがね、まあ一番初代を作った後、しばらくもう自分たちは作らないと言ってたけど、まあスポンサーさんがね、どうしても作ってほしいと、まあ2のヒットとかもあったんだけど、うん、その時に川森さん断ったんだけど、待てよ、マクロスのさ、一番最後民名の歌と合わせて民名アタックと言ってさ、艦隊と艦隊がぶつかって大戦争をするじゃない。そう、その時にさ、民兵アタックって言ってさ、民兵の映像を流して相手をひるませるって作戦したんだけど、 それがね、通用しなくなるんだよね。うんうん、結局ね、それが川森さんが引っかかってて、歌でその戦争をなくす話だったはず、うん、要するに、ね、文化交流する話だったのに心残りだったんだね。じゃあ完全に、まあスポンサーがダメって言うかもしれないけど、完全に歌しか歌わない主人公を作ろうってなったのが熱気バサラなんだって。そうね、いいよね、うん、はっきり言ってさ。そう、いや俺もね、あんまし その当時好きだってさ、こうなんか変なのって、ああ、マクロスはこうだろっていうようなね、うん、うん、で本当大きくなって、ほんと30過ぎて見出した時に、あ、超面白い、これ名作だなって思ってさ、まあ、このセブンのおかげでマクロスって自由に作っていいってなったんだよね。そうそう、いや本当にすごいよね。はい、シェリル・ノームことメインさんのね、はい、うん、この曲、うん、たまらないですね。ですね、歌詞からメロディーからね。そう、これね、菅野洋子さんなんだよね、うんうん、あのカウボーイ・バップとかさ、うんうん、ああいうね、結構ね、名曲をね残してますよね、うんうん、で多分これマクロスプラスがきっかけで、こういうアニメをね、歌を作り始めたんじゃなかったかな。そうです、そうですね、マクロスプラスが菅野洋子さんのアニメの最初の手掛けた、うん、ね、きっかけよね、うん、その流れですね、うん、いや本当名曲、本当ね、またね、この今までにいなかったタイプのアイドル、
このシェールノームっていう歌姫、うん、銀河の妖精だったかな、完成されたね、うん、アイドルと未完成のアイドルとそのね、と三角関係、そうなんだよね、あの洋楽のさ、トップのさ、こうディーバみたいな立ち位置だったじゃない、うん、でそれに憧れて自分も歌手になりたいと思ってる高校生の子のことね、ちょっとこれね、学園ものとしてもなんか結構シーンがあったよね、要するに主人公たちが学校、士官学校なのかな、いや普通の学校なんじゃないの、あれ、あでも士官的なことや、思考訓練をやってたよね、あれはなんか部活みたいな感じだよね、うんうんうん、うん、そこからね軍に入っていくんですが、この時は多分この戦闘機がもう CG になってた、フル CG の 3DCG になってたんだよね、いやそれが可能なんだよね、これなんで可能かっていうとさ、ああその CG にする理由、そう、うん、ああそうなんですよ、うん、これ可能なんですよ、マクロスだと、うんうん、なぜかっていうとね、この変形って綿密に作られてるわけ、この変形って、ああこの川村昌司さんのデザインね、まあ、3タイプに変形するんだよね、あのみんながよく知ってる空なんかさ、そうファイター米軍のね戦闘機みたいなの とそこから足がにょって生えたガオークと、人間タイプのロボットタイプのね、まあ、うん、それがその CG で作っても破綻しないっていうか、変形が、はいはい、それぐらい設計が素晴らしいっていうね、そうなんですよね、そうね、やっぱり手書きだとさ、いい加減に作っていいわけじゃん、あ本来は、そうそう、おもちゃの時にちょっと考えればいいかなっていう感じでね、そうそうそう、まあ、この線はまあ急に、まあ、伸びたりゲッタローみたいにさ、うんうんうん、突然伸びなぜか伸びてるとかさ、うんうんうん、なぜか大きくなるとかさ、うんうん、ああなるほど、わかるわかる、できるんだけど CG だと無理なんで難しいんで、うんうん、それを、ね、わざと突然大きくしないといけない、数値化しないといけないからね、でもそれができるのよこれ、うんうん、今日ねスタジオにね2台、はい、3機いるね、いる3機います、うん、ね、今日はあの、ね、まあ、YouTube の、ね、方々なら分かると思うんですけどね、うんうん、持ってきましょう、おもちゃ、まずは、はい、まずはね、VF1、はい、一番最初のね、はい、ロイフォーカースペシャルです、はい、でその後ろにあるこのグレーのやつ、うんうん、これは VF11、うんうん、サンダーボルト、ペットネームですね、これでその後ろが、171ナイトメアプラス、よく買ったね、うん、すごいね、これね、すごいでしょ、まだ持ってるんだけどね、うんうん、で家にあるし、ひーちゃんにあげたのも合わせると大概あったよ、これさ、あの変形させるのも緻密すぎて忘れる、初見ではちょっとできない感じなんでしょ、うん、あの忘れるうんうん、うん、本当に忘れるよ、そうか、このねフロンティアっていうのはあの宇宙を旅する、要は最初の戦争から何年だったかな、50年経ってる、そう、ファーストの時代から59年かな、歴史としては、あ、そうだね、2059年というね、そう、西暦なのよ、それ、そう、自分たちの世界と似通ったところで1999年に多分マクロスが落ちてきて、そう、そこから、まあ、第一次戦争みたいなのが起こって、うん、そう、それからまた50年経ってるから59年か、ちなみに、うん、そろそろあの、まあ、俺たちの今2022年でしょ、うんうん、そろそろね、あのね、あとあるね星を見つけますよ、マクロスの世界だと、あ、移民するための星、違う、バローダ星、もう2025年バローダ星を見つけます、バローダ星、戦役ってなかった、そう、バローダ戦役はあれだよ、あのマクロス7の、そう、もう2025年にバローダっていう星を見つけて、うんうん、それから45年にバローダ戦役が、あーなんていうか、敵がその時アニマスピリチアーみたいな、ね、それがないと死んじゃうのみたいな、あ、それそれあのプロトデビルンというとても強力な生命体です、ここから宇宙人にまた幅が広がっていったんだよね、あのゼントラーディだけではないよっていうね、そうそうそう、歌が聴かないみたいなね、そうね、そう、歌うからいいと、そう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 か、だからね、マクロスの世界は歌もいろんな意味があって、うん、人の心を支えるとか、相手を敵をひるませるとか以外にも、要するに武器としての歌、そう、うん、これがね、ネキバサラが持ってるんだね、アニマスピッチャーを、うんうんうん、なんならさ、あれ歌で回復してたもんね、プロトデビルはさ、ああ、してたね、うん、だからなんか人間牧場みたいなの作ってたもんね、うん、人間怖っ、作ってたでしょ、いいか、いい、でも言い方が怖いなと思って、うん、人間牧場みたいなの作ってさ、なんか生命エネルギーを吸い取ってたじゃん、うん、これってね、マクロス2ではね、やっぱり完全なね攻撃として使ってたりしたんでね、そう、うん、こ
これね、そしてあのフロンティアの中では歴代のマクロスの、ね、オマージュのシーンがたくさんあってさ、うんうん、マクロスプラスのこう空を飛ぶ伊佐武大君のこの飛行機を模した手の形をアルト君がやったりとかさ、いろんなシーン、まあ要するにアイドルが落下していて、それをヒーローのアルト君が助けるシーンとかね、たくさんあって面白いんですよね。ではね、フロンティアからもう一曲、ランカリー青函飛行お聴きください。はい、メッセージです。小梅さん、フロンティアはランカの長時空飯店ニャンニャンが好きでした。実はね、このニャンニャンっていう中華料理店、これ一大フロンティアの時では銀河の大チェーンになってるんですけどね。すごいよね、うん、最初のきっかけってこれってミンメイちゃんが居候というかおじさんおばさん家だったのかな。そうそう、ニャンニャンね、ニャンニャンっていうね、個人の中華料理店だったんだよね。それが溶けたくなってね、そう、このミンメイちゃん効果でね、そのおじさんおばさんの店が大きくなって銀河中の中華料理チェーン店になって、セブンでもね、コマーシャル流れたり、デルタでもね、同じコマーシャルが流れてたりするんですよね。初代マクロスの館内にはマクロスナルドスしかなかったのにね。そうね、よく覚えてたね、あれ、マクロスナルド、はいはい、言いにくいね、逆に、うん、懐かしい。そういえばさ、マクロスってシリーズ通してさ、ずっとこう同じキャラクターっていうか子孫が関わってたりもするんだけど、実は企業が、うん、関わっててさ、そうですね、うん、じゃあそのまあガンダムだとさ、有名な企業何ですか。あ、ジオニックとかですね。はいはい。じゃあマクロスは。マクロスはね、見るけど覚えきれないで何社かあるよね。はい、そうですね。バルキリーを作ってるのは新生インダストリーっていう会社が、初代バルキリーを作ってる。はい。で、第一次星艦大戦後、うん、あれですよ、ゼントラーディが中心の企業がゼネラルギャラクシー。あー、そっか、新統合軍になってからだ、ね、そうですね、うん、やっぱりこうそこでさ、一社じゃダメなんだよ、うんうん、やっぱり、ね、技術を上げるっていうのは競争しなきゃいけないから、うんうん、ね、新生インダストリーだけじゃなくて、うんうん、そのまあね、今まで戦ってきた、ね、世界の、もうもっとはっきり言って、ね、バルキリーの元を作ったようなもんですよ、うんうんうん、ね、そこの企業、ね、まあ、技術をね、生かして新しい企業、ゼネラルギャラクシー社っていう2つのね、企業が戦っていく。これね、マクロスプラスでね、語られるんですよ。そうだ、あれはさ、無人のその戦闘機と有人の戦闘機、どっちが性能が上かってテストしてましたよね。そう、次期その主力生産機、はい、ね、やっぱりこうトライアルしてどちらのね、機体が主力生産に、ね、持ってこいなのかっていうのをね、テストしてた、その話がマクロスプラスだよね。そうだよね、だから空軍もこう2社から要するに下ろしてもらって、どっちを導入するかみたいな話なんだよね。米軍そうですよね、やっぱりその、うんうん、ね、主力の何かを使うときはさ、必ずそのね、1社だけじゃなくて何社か出してもらって、でトライアル、そういうところにまでさ、もうリアルっていえば今日さ、団長が持ってきてる本、はい、やばいね、VF1 の本。ああですね、もうさ、本物のさ航空雑誌とさ、航空機雑誌と全く同じじゃない作りが、うん、そんなに書くことあるのってぐらい、そのくらいってその何、綿密な設定っていうのは必要だったね。それが楽しいんだよ。そうね、そしてこの綿密な設定があるから、歴史がね、こう後から後付けされてきたりしてもさ、うん、不自然じゃないし、逆にアメリカに渡ってロボテックになってもこういろんなものをさ、こう繋げられて掘り下げていけるじゃん、うん、そこがね、スターウォーズと並ぶ人気のゆえんかなって私は思ってます。はい、このね、ワルキューレもアイドルグループついに出ましたよ、はい、アイドルグループとうとう出ました、グループ、うん、すごいんだよね、歌の数が多くてさ、うん、これもヒットしたっていうことなんだよね。ヒットしましたね。そしてね、ここのデルタの戦闘機っていうのは、まあ最新作っていうのもあるんだけど、戦闘機としてのリアルさ、挙動がめちゃめちゃ追求されてて、うん、なんだろうな、表面上のさ、アイドルとの恋とかさ、うん、なんかそういうふわふわしたのに目が行きがち、その、うんうん、宇宙人がどうだこうだみたいな、でもさ、戦闘機のこれピカイチですよ。
あー、そうだね、うんうん、デルタはね、主人公がね、やっぱ精子をかけるそのきっかけが 薄いなっていう印象だな。あー、あのヒーローの男の子がね、うん、なんかふわっとふわっとほらするじゃん、なんか死にそうになったから、まあその戦闘機に乗って戦うっていうのがきっかけでさ、うんうん、その後も動機が最初の頃なかったんだよね。そうそう、だからさ、うん、俺じゃあアルト君はどうなのよ。アルト君は、うん、あいつはよっぽどのオタクだべ。だって待って、うんうん、VF25 って、うんうん、その時に出たそのメサイヤバルキーです、うん、その時ってまだ試験運用なはずなのよ、うんうん、だからそうだ、ね、そう、軍に降りる前にそのね、民間人が、民間企業の軍事機関がテストしてるっていう設定なのよ。だからスカル小隊に先に配備されてるっていう設定だからさ、それ劇中でもあるとこにちょっと言ってた気がする。実戦配備されたのってハテナって言ってたよね。そうなんですよ。なんでそんなこと知ってるの、民間の高校生の男の子が。月刊軍事ファンとか見ようだったんです。あの外見で、そう、めっちゃ読み込みよいよ。あのそろそろ部屋で、あ、そして乗ってさ、なるほどって、うん、もう多分ね読み込んどるわけさ。はいはい、あ、これ前回のこう VF11 とだいぶ違うなとかね、うん、そこのね、25になる前に24っていうのがあるんだよ。24のプロフェシーとは違うなとか。そうね、あのそのパイロットがその戦死しちゃったから、アルト君がランカちゃんたちを守るために急いで乗ってさ、行けそうみたいなこと言うんじゃない。マジって多分ね、ゲームとかでやってるはずなんよ、あいつは。え、学校の教科じゃなくて。そう、多分ゲームとかでね、うんうん、あのね、あれですよ、電車でゴーをしやってる子が乗ってみたみたいな感じですよ。そうか、あのさ、シミュレーターのとしてのゲームがこの世界には多分あるんだね。あるだろうね。多分そんな感じよ。だってそうしないと VF25 で普通の人分かんないじゃん。だって今でもさ、空にさ、この時が飛んでたらさ、うん、あれは何だねって分かんないじゃん。分かんない、マニアじゃないと、うん、それはすぐ分かる。あの港に泊まってる佐世保の自衛官の船を番号見ただけで、あれ秋月とか言えるのと一緒だね。そうだから相当読み込んでるやつ。アルト君オタク説。そうだから乗りたかったのよ、逆に。だから彼が戦う理由っていうのはいいの、分かるのよ。あ、中二病かって。え、そのシェリルとランカを守るためじゃなくて。違う、まず乗りたいじゃん。そんだけ知っとるとよ。うんうん、よかガンダムのさ、目の前に降りてきたらさ、乗るでしょ。乗る、あのマニュアル見ながら乗る。なんとか行けるって、うん、ね、タウンページぐらいだし行けるって、ね、いける、ね、熱さも、うん、もうだからそれあれとかもそれあいつ、はい、はい、ここでこの曲ですよ。はいはい、覚えていますかですよ。おい、立つな座れ。もうすいません、私にリン・メイメイが降りてきたんです。降りてこない。民名は私の永遠のアイドルです。まあまあそうですね、うんうん、あの未完成なところも素敵でしたね。そう、人間的に10代の女の子らしいこの未熟さ、まあさ、自分のことが一番で、うんうん、結局 目先のことに振り回されて、そう、どうしていいかわからない、うんうん、でもね、最後歌いますね、うん、なんかね、いいんだよね、本当にある意味純粋なんだよね、自分にね。そうそうそう、うん、ね、見てるときはいろいろ思うんだけど、うん、みんな考えてって、自分の10代のときってさ、そんな頭良くなかったし、ね、そうそう、だから光くんとか責めちゃダメなんだよね、うん、そうそう、いや本当よ、リアルな男の子女の子ってこんな感じ、フラフラしててさ、うんうん、そう、いい加減でね、うん、そうそう、理由なんかなくてさ、うんうん、それでいいんだよ、もうここね、エンディングね、思い出します。私最後にほら、ストライクバルキリーっていうのかな、あのジュース飛びのバルキリーで、光くんがさ、あの敵のボスみたいな人に投降していくじゃんね。素晴らしかったね。あの描写ね、うん、一斉で攻撃してね、うんうん、いい話を。あれね、テレビ版ではね、27話かな、うん、愛は流れるっていうのがね、本来のラストだったはずなんで。そうだね、あったタイトルが。そう、うん、そう、でその後っていうのは後付けなんだよね、実はね。実際は、そうなの、そう、あそこで一区切りなのよ、青函戦争。へえ。でさらにくっつけてしまったんだ。だからちょっとグダってね、後半ね、なったんだけど、うん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 、本来27話2クール、はいはい、の予定だったし、27話の作画はね、いいよ、はいはい、23話の作画見てください、はい、あのね、ストライクバルキーじゃなくてね、うん、スーパーバルキーなんで、スーパーなのね、あの時はね、うん、
劇場版はストライクなんだけど、うん、スーパーバルキーってミサイルボット、まあ分かんないかあのね、うん、それがねファイターからねガオって変形した時に、うんうん、足で逆噴射した時にさ、うんうん、ヒカル君が一瞬グッて前にさこうはいはい持ってかれるシーンとかね、うん、面白いねミサイルの動きとか。本当ね、もうね、いろんなマクロス後半本当素晴らしい CG も入って、でもねこの初代はね手で描いた民名の細かすぎるぐらいの顔の描写だったり、うん、まあ映画で言うとね、本当にさちょっとした演技とかもさものすごいセルガの枚数使ってて切ない、あのキュンキュンくるの、うん、本当に今見てもうんセブンとかはちょっと違う明るいし。デルタとかさフロンティアはもう大人だったから見てて恥ずかしくなるの、青春すぎてキャーってほっぺたばっかりになるって。でもねこの初代マクロスだけはもうキューンってくるのよ。つらいね、うん、なんかねなんか、うん、早瀬美佐さんもさ私私っていうタイプじゃないじゃん。そうね、ちょっとね一歩下がるタイプだからさ、そこがさなんかね前に出れない自分と全然葛藤とかね、ほんとね、そこもリアルだよね。うん、うん、ね、かっこいいセリフがあったわけじゃないんだけど、うん、なんか染みましたね。はい、うん、あれ、お、嘘やろ、もうそんな時間は、まだ語り足りなかったのに。ね、いや、ま、ほんとね、ちょっとね、まだね、バージョンの話とかねあの、ちょっと歴史のね、フローチャートとか作ってきてたんですよ。歴史の話はそろそろ、もうカサカサがするけど、もうね好きだね、作ってて楽しい。ダメだ。もうさ、では来週の夜7時、アプリを予約して待っててね。それじゃあね、バイビー。バイビー。